2010年イギリス総選挙は2010年5月6日にイギリスで実施された英国議会の会員議員を選ぶ総選挙である。前回2005年5月の総選挙以来ほぼ5年ぶりに行われた選挙で会員の議員任期が満了したことに伴って行われた。1997年以来13年間続いている労働党政権への是非が問われ2007年5月に 首相に就任して以来、一度も、総選挙の信任を経ていないゴードン・ブラウンにとっては、初めての選挙となった。事前の世論調査では、与党労働党と、野党第一党の保守党の支持率は、保守党が優勢であるものの労働党との差は、僅差で、労働党と保守党と共に過半数を得られない、可能性が高いとの見方が強まっていた。労働党政権への信任1997年以来、 政権の座にあった労働党であったが2007年に就任したブラウン首相は一度も総選挙の信任を受けていなかった。そのため本選挙はブラウン首相の業績をどう判断するかという側面も持った。党首によるアピール合戦英国の二大政党制を担ってきた労働党、保守党ではあるが冷戦体制が崩壊し、労働党も従来の社会主義政党から 中三階級への支持獲得を目指すニューレイバー運動を経て、両党の政策の差はほとんど縮まっていた。政策による違いが目立たない本選挙戦においては、どの党首が首相にふさわしいかという首相選択選挙の側面も大きかった。5月6日の総選挙に向け、全国遊説しているブラウン首相が4月28日、遊説先で、 女性有権者から意見されたことに腹を立て、移動する車中で女性に関する暴言を吐き、その音声がテレビ中継される事態が発生した。この音声はその後も繰り返し放送され、当時第三党である自民党に支持率で先を越され3位に落ち込み、厳しい選挙戦を強いられていた労働党にとって選挙結果にさらに深刻な影響を与えたとされる。失言は、 マンチェスター近郊のロッチデール選挙区で、ブラウン首相が遊説した際に出た。生涯にわたる労働党支持者であると称する年金、生活者の女性に、東王人が次々とやってくる、どこから退去してやってくるのかその後、ブラウン首相は、遊説が終わり次の遊説先に向かう車中において、テレビ用小型マイクがついたままであることに気づかずに、最悪だ。 私をあんな女と合わせるべきではなかった。ただの偏屈女だ。バカバカしいなどと暴言を繰り返した。こうした一連の発言は小型マイクを通じて外部に知られるところとなり、女性は失望したと憤慨した。そのため、首相はこの女性宅に直接訪問し、謝罪する結果となった。投票日、2010年5月6日、投票率65.1%出店。 BBC ニュースエレクション2010リザルツ、ユナイテッドキングダム選挙の結果、与党である労働党が90議席以上を減らして、惨敗し、野党の保守党が第一党となった。躍進が期待された第三党の自民党は当初、予想より支持が伸びず、前回より議席をやや減らす結果となった。得票で見た場合、保守党と労働党の合計は65.1%で、 前回よりも2%低下した。また、自民党の得票率は23%程度なのに、対し議席占有率は9%弱に止まるなど、少数派に不利な小選挙区制の特徴が露骨に現れる結果となり、自民党支持者や比例代表制の推進派からの批判が紛失した。出典図、英像選挙での各党の得票率と、議席占有率、 A 連立政権厳しい船で選挙制度や、歳出削減自民支持者が批判新聞赤旗2010年5月18日付6面。第一党となった保守党であるが、獲得議席は307議席と、会員の過半数に当たる326議席には届かなかったため、全政党が過半数割れとなる、半グパーラメントの状態が1974年2月の、 総選挙以来36年ぶりに生じた。第1党となった保守党は13年ぶりの政権交代を実現するべく第3党の自民党との協議に入る方針を示した。そして保守党は自民党と連立政権を樹立することで合意に達し、11日に保守党の党首であるキャメロンが首相に任命された。ありがとうございます。